こんにちは、きなこスペシャリストの聖子です。私は年の割には若めにいろんな数値が出ているんですが、毎日毎日きなこを食べているおかげかなと思っています。今日は前回に引き続き、そんな私が普段食べている甘いもの、きなこを使った甘いもの、これを3つご紹介していきたいと思います。きなことバナナを使った甘いもの、これを3つご紹介していきたいと思います。バナナ、馴染みのある食材ですよね。価格も安めでありがたい限りなんですけど、この人改めてやっぱりすごいね。たくさんいいところあるんですけど、何よりカリウムがたっぷり入っているから、むくみも防止できるし、ね、血圧も下がっちゃう。そして食物繊維もたっぷり、ね、大豆もきな粉もたっぷり、ダブルパンチで便秘なし、ね、私ありませんよ、ね、腸も整っちゃって免疫も上がって健康ですよ。そして意外や意外、ビタミン C も豊富に入っているので、ね、コラーゲンの生成に助けてくれるし、肌もね、細胞を若く保ってくれますから、ね、誰もが取りたいものでしょう。ってことで、このバナナときな粉の組み合わせを今日はご紹介していきたいと思います。とにかく美味しいし、調理ほぼない、ね、難しいからやりたいくないとは言わせませんよ。ってことで、人生で1回ぜひ作ってみてほしいもの3つご紹介していきます。1つ目は冷凍バナナきな粉です。これね、一回冷凍して溶けかけたバナナがきな粉を吸って、絶妙なハーモニー、とっても美味しいです。このチャンネルでも何回か紹介してるんですが、もし知らなかったら、もしくはまだやってなかったら、ぜひやってみてください。結構みんなやってる王道なメニューです。美味しいからね。で、ポイントはバナナを事前に冷凍しておくことね。私はこんな風に4つにバナナを切ってラップにくるんで一晩冷凍しておきます。で、これを薄くスライスしたそばからきな粉の中にドボンと入れていくと、そうすると溶け出したバナナの表面にきな粉がうまーく絡んでいきます。バナナを初めからスライスして冷凍してもダメじゃないんですけど、くっついちゃうんですね。で、どうせ切らなきゃいけなくなりますので、私は4つに切っておくのがいいのかなと思っています。で、こんな風に絡ませていきます。きな粉はお砂糖がなくても美味しいですけど、バナナの甘さによって物足りない人はちょっと入れた方が美味しいかもしれません。もしくは最後にちょっと蜂蜜を垂らすと見栄えがしますね。うん、バナナが溶けてて美味しい。バナナときな粉が本当に合うんですよ。なんでか分かりません、ね、南国なフルーツのバナナと大豆をいっただけの粉のきな粉ですよ。それがなんでこんなに合うのか、言葉でちょっと説明がつかないんですけど、ぜひ試してほしい。発明した人すごい。やってみて。2つ目はバナナときな粉のレンジケーキ。もう驚愕の簡単さ、レンジで作ります。そんなんでいいのっていうレシピです。なんとバナナときな粉と卵だけですよ、基本的に。で、バナナをレンジで1分チンして、甘さをググッと引き出します。そして潰しながら冷ましていって、お好みでお砂糖大さじ1くらい入れるといいです。なくてもいいんですけど、本当に買ったバナナの甘みによるんですよ。そこに卵を入れて、きな粉大さじ3たっぷり入れて、とにかく混ぜる。これをこんなちっちゃなタッパーに入れて、もしあれば刻んだくるみなんか乗せちゃったりして、なくてももちろん大丈夫です。600ワットのレンジで3分加熱して出来上がりです。はい、できた。もうね、熱々ふわふわです。一回ぷくーって膨らんで、今ちょっと落ち着いたんですけど、まだ熱い。で、これ冷めてから食べても美味しいんですけど、おすすめは一晩置いてほしい。お待ちください。そうすると味がもっと馴染んで、生地もしっとりします。だから一晩置いて、お願いだからね。で、置いたものがこちらです。わからないと思いますけどでもね、表面がね、ツヤってくるんですよ。これを食べたいと思いますね。うん、しっとり。バナナのおかげでしっとり、うん、優しい味です。もうこれでいいじゃないですか。小麦粉いらないし、なくてもね、いいですし、グルテン控えてる方もいいですよね。タンパク質もたっぷりだからね、健康的なおやつにもなるし、朝食にもなると思います。本当に美味しいね。毎日食べてるからあんまり驚きはないんですけど最後は私の一番のおすすめとなります。それはこれ
バナナじゃない。焼きバナナきな粉。真っ黒でしょ。熱々。もう焼くだけですよ。バナナをトースターでじっくり焼きます。トースターにもよるけど、私は10分くらい焼きました。真っ黒にはなりますけど、中は焦げないでトロットロ。横に切れ目を入れて開くと、もう最高ですね。トロトロ、ツヤツヤ。そこにきな粉とちょっとシナモン、これで十分美味しいです、ね、お好みで蜂蜜かけてもいいですし、さっきみたいにくるみを散らしてもいいですし、アクセントがあってもいいですよね。本当にこれだけで美味しい。焼いただけですね。とろとろ、ほくほく。何度も言いますけど、なんでこの南国の味に豆をいった粉が合うんだろう。本当、誰が初めにやろうって言ったんでしょうか。あー、美味しいし、体にいいし、満たされるし、はあ、その人を私は称えたいと思います。いかがでしたか。バナナときな粉を使った簡単なレシピ3つご紹介してきました。で、前回も言ったんですが、こういう味に自分が慣れていくと、毎日毎日食べて慣れていくと、自然にジャンクフードだったり添加物がたっぷり入ったものが必要なくなりますね。頭で考えていらない、やめようっていうよりかは、自分の感覚でいらないな、別に必要がないなっていう風になりますね。その方が自分が楽になるから、私はおすすめしたいなという風に思っています。とは言っても、私もきな粉の研究家として、きな粉と何か新しい食材を合わせてみたかったりね、いろいろ興味もあります。世の中にはいろいろ新しい食べ物も出ますし、皆さんもそうですよね。あ、これ食べてみたいな、これちょっと興味あるなってあると思うんですよ。で、そういう興味とかね、関心も殺さぬまま、でも自分の必要なものっていうのも理解しながら、ね、気持ちに折り合いをつけてね、選んで食べることを楽しんでいければいいなというふうに思ってます。はい、何かの参考になってくださればいいと思います。1個でも作ってみてください。バナナときな粉めちゃめちゃ合うんで、やってみてください。ということで、今日は終わりにします。見てくださってありがとうございました。またね。ありがとうございます。バイバーイ。